リートンソッシーのラジオ歴史小話じゃが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 、思わずシェアしたくなるラジ歴いや今日はですね、ちょっと雑学チックな話をしようかなと思うんですけれども、われわれって普段文字いろいろ使ってるじゃないですか。文字たくさん使ってます。ひらがなカカタカナ漢字、うん たまにはねアルファベットも使うわけで融通無ゲに音を使っているんですけれども、まあ、ひらがなカタカナアルファベットっていうのはいわゆる表音文字というか音を表している文字なんですよね。はい、で一音一音をつけているのが、えー、ひらがなカタカナですけれどもこう漢字というのは意味。 が表されているもので、うんまあ、過去の「ラジレキ」でもその音が違うけれどもこう文字を見ればみんな同じことをイメージできるっていうことで、うんまあ、それの破壊力たるやということで今でも中国は各地でいろんな発音があるけれども、まあ、漢字使っている漢字は一緒ということで、うん、これは我々日本人もある意味一緒で中国と同じ漢字まあ今ちょっと漢字がね それぞれによって「漢帯字」になってたりとか変わってたりとかするんですけれどもその漢字といいうももののをを使っててみんな同じものを意識しているとところがこれもまた厄介なことに同じ漢字だからといって同じ意味じゃなかったりとかするわけなんですよね指し示す言葉がどんどんずれていっていくわけなので、はいうん、だ我々自身も昔はこうだったけど意味が変わっていくっていうことがあるので「時義」とか「字限」「字のもともとの成り立ちとかっていうのを きちんと理解して、あ、そこからこういうふうに言葉が派生してきたんだっていうことを理解していくと。うん、すごく、えー、日本語の深まりがなっていくんですけれども。はいうん、まあ、典型的だね、こう。考え方とかって言うわけじゃないですか。はい、あるじゃないですか。すねうん、典型的の点。どういう字を書くか、皆さんイメージがつきますよね。のりとかって。そうですね。古典。古典とか。点。 うん。法典と, <か S 1> <天>とか。うん。さあ、天ってどういう字ですか。<laughs> 今ポンポン例言いましたけど、はてなんだこれ。<laughs> はてなんだということなんですよね。はい。天気、こう天気ってまさにその参考にそれを基づく何を根拠にしているのか、うん、っていう言葉なんですけど、うん、天っていうとか天気とかの天っていうのは本が 台にっってるってる意味なんですね<ー>だからこうそこに指し示す本とか古典とかっていうのはまさに古い書物とか、はいうん、書籍っていうのが「点」だから「辞典」とか「点挙、うん」っていうのはまさに本に基づいてとか、うん、どう何の本に基づいてるんですかっていうことなんですよ。なるほど本だな。 <本>本本棚に,棚に本,が本が載っている,ている様うん、うん、なのでそこから整理された知識とか,<ー>なんかそういう意味から法律的な要素とかそういったイメージとかっていうのも出てくるわけですけれどもまさに漢字っていうのはもともとどういう成り立ちなのかなっていうことをきちんと理解していくっていうことがすごく大切で、うん、で僕は白川静香先生っていう漢字学者漢学者。 の先生のそういう辞典とか辞書とかそういうのが大好きで結構読んでるんですけれどもいろいろ白川先生の解釈の仕方っていうのは根拠がないとかいやちょっとまあそうかもしれないけど証拠がないよねっていうことを言われたりとかするのでなかなかあの難しいところでもあるんですけどもまあ僕はその世界観ストーリーが好きなのでまあそれを参考にして自分の日本語とか言葉っていうものに深みを与えよう いいう,うにしているわけで,で逆の路線を行く人もいるわけですよ逆要は日本語に漢字はいいらない的な的、えー、思い切ったこといい例えば、うん、韓国ソウル、うん、韓国の地名って結構漢字で書かれてる地名結構ありますよねはいでもソウルって漢字で書けないうん確かにっていうのは何でかっていうとあれはだからそういう言葉なんですよ 漢字を捨ててる漢字では書けない、朝鮮語、韓国語のでしか表現できない言葉を出した。はい、で、日本語にもそういうものがあるはずだ。うん、例えば、もののあわれ。うん、これ漢字で書けますかひらがなでしか見たことない。糸お、おしい確かに。とか。こう、それが後々、有限の美とか。 なんか漢字が入っていくっていうことを排除しよう、うん、排除しようもともとの日本語の大和言葉の美しさって何なんだろうっていうことを江戸時代に言葉の研究したのが元織則長っていう人なんですね。<ー><彼>江戸時代の方江戸,時代江戸時代にもう漢語を廃していこう大和言葉の本当に一番大切なところって何なんだろうっていうことでいろんな分析をしていく中で彼はそれまでみんなもう読めなくなっていた。 古事記を解読ししててて今に残してくれてるんですねだから古事記っっって昔読めなくなくちゃってたんですよ逆に古事記と同じ時代に作られた日本書紀っていうのは漢文だから読めたんですねな,るほどなんと漢文が読めて昔の日本人の言葉が読めないこれはおかしいっていうことで研究していったとだからやっぱり日本語の深めていく手段っていうのはまあいろんなルートがあるんです僕ら。で あるある意味これを深めていくことも日本語ってどういうものをどういうふうに吸収して作られていってるのか深まっていくのかこういったことを考えるっていう上でも非常にあの和製英語を考えるサラリーマンとかこういうのを考えていく分解していく要素でやっていくっていうのも一つの手段だし漢字からいくもよし漢字でも表せない日本の魂って一体何なんだろうというのもありということでぜひ皆さんもまあ これからね芸術の秋を迎えるにあたってそういったことを考えていただければなと思いますあと意外と自分の名前この辺りもあのじ一体どんな意味があったのかみたいな一度調べてみるの面白いかもしれないですねそんなこともあのチャレンジしてみてもらえたらいいかなと思います、えー、また明日楽しみにしていってくださいラジオ歴史小話お相手はリートンとソシーでした